ただいまから、八王子都市計画道路325号ニュータウン幹線大栗川橋南交差点及び348号大塚小引線石場交差点の都市計画変更素案についてご説明します。なお、これからご覧いただくスライドでは、八王子都市計画道路325号ニュータウン幹線大栗川橋南交差点を 八王子325という言葉を使って、また、八王子都市計画道路348号大塚小引線関場交差点を八王子348という言葉を使ってご説明します。本日ご説明する内容は、八王子325の概要について。 八王子348の概要について、東京における都市計画道路のあり方に関する基本方針について、都市計画変更素案の概要について、今後の手続きの流れについてとなります。はじめに八王子325の概要についてご説明します。こちらは、 八王子325の一図です。都市計画の変更を予定している区間は、大栗川橋南交差点の赤色で着色した区間になります。八王子325は、昭和41年に都市計画決定された八王子市松ヶ谷を起点とし、八王子市松木を経由して、八王子市南大沢4丁目に至る 延長約5キロメートル、代表幅員30メートルの都市計画道路です。次に、八王子348の概要についてご説明します。こちらは八王子348の一図です。都市計画の変更を予定している区間は、関場交差点の赤色で着色した区間になります。 八王子348は昭和39年に都市計画決定された八王子市大塚を起点とし堀の内2丁目を経由して八王子市南の5丁目に至る延長約12.3キロメートル代表福員20メートルの都市計画道路です。次に 東京における都市計画道路のあり方に関する基本方針についてご説明しますこちらは都市計画道路の整備の推移を示したものです都市計画道路は多様な機能を有する都市を形成する極めて重要な基盤施設ですしかし都内の都市計画道路の完成率は約6割程度でありまだ多くの未整備の区間があります これまで東京都と特別区及び26市2町は都市計画道路を計画的・効率的に整備するためおおむね10年ごとに事業化計画を策定し事業の推進に努めるとともに適宜都市計画道路の見直しや建築制限の緩和を行ってきました少子高齢化の進展など東京を取り巻く社会経済情勢や 道路に対するニーズは日々変化しそして多様化しています。こののため、都市計画道路の検証を行っていく必要があります。こうしたことから整備すべきものは整備し見直すべきものは見直すとの基本的な考えに基づき第四次事業化計画により必要な都市計画道路の整備を着実に進める一方で 東京都と特別区及び二十六市二町は共同で優先整備路線等を除く。未着手の都市計画道路の検証を行い、令和元年十一月に東京における都市計画道路のあり方に関する基本方針を策定しました。東京における都市計画道路のあり方に関する基本方針においては、第四次事業化計画の。 将来都道ネットワークの検証を前提とした上で都市計画道路の整備形態等に関する新たな検証項目を設けましたこの検証項目は外省道路立体交差交差点拡幅部事業実施済み区間などの8項目でありこれらの項目により計画内容を検証しましたこの検証項目のうち 本日ご説明します、八王子325と八王子348に該当する検証項目である立体交差についてご説明します。図をご覧ください。立体交差とは、都市計画道路と都市計画道路との立体的な交差箇所を指します。その機能としては、円滑な交通の確保及び、速達性の向上が挙げられます。 立体交差については、広域的な都市構造を考慮し、都市間を連携するなど、立体交差化による交通の円滑化、速達性の向上を重視する路線を、都市間連携に資する幹線道路として設定するとともに、地域の実情も踏まえ、立体交差計画の要否を検証しました。立体交差については、 都市間連携に資する幹線道路を設定するとともに地域の実情も踏まえ以下のとおり立体交差計画の要否を検証しました。1都市間連携に資する幹線道路について広域的な都市構造を考慮し都市間を連携するなど立体交差化による交通の円滑化速達性の向上を重視する路線を 都市間連携に資する幹線道路として設定しこの道路に位置する立体交差計画は計画の存続としました。2地形や交通状況等の地域の実情による評価立体交差計画が都市間連携に資する幹線道路に位置していないが地形鉄道等他の施設との関連等から 立体交差化が必要な箇所については計画の存続としましたそれ以外の立体交差計画については現況の平面交差点で円滑な交通が確保されていることに加え周辺の都市計画道路ネットワークが完成していることにより今後の交通動向に大幅な変化がないと検証された立体交差計画は計画の変更 立体交差計画の廃止を行う箇所としましまたさらにこれらに該当しない立体交差計画については今後の周辺道路ネットワークの状況や交通動向等を踏まえ今後事業化を検討していく際に立体交差計画の要否を検証を行う箇所としました以上の12についてまとめると次のようなフローになります。 その結果、八王子325と八王子348は、計画の変更、立体交差計画の廃止を行う箇所として選定しました。次に、都市計画変更素案の概要についてご説明します。この図は、八王子325の都市計画の立体交差の廃止を予定している区間を示したものです。 黄色の範囲は立体交差の廃止を予定している区域を示しています。この図は八王子348の都市計画の立体交差の廃止を予定している区間を示したものです。黄色の範囲は立体交差の廃止を予定している区域を示しています。最後に今後の手続きの流れについてご説明します。 本日の都市計画変更素案の説明は、このスライドの赤く塗られている部分になります。本日、皆様からいただいたご意見などを踏まえ、都市計画変更案を作成し、都市計画案の広告、縦覧を行います。この広告、従覧を行っている間、都市計画法の規定に基づき、住民の皆様や、 関係人の皆様は、意見書の提出を行うことができます。その後、東京都都市計画審議会において審議され、その議決を経て都市計画決定となります。以上で本日の説明を終了いたします。皆様のご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。